将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。将棋の藤井聡太八冠、その強さを AI 人工知能を使ったある数値によって客観的に示した研究があります。例えるとプロ野球の佐々木朗希投手を超える強さなんだとか。一体東京都調布市にある電気通信大学、訪ねたのは将棋英語の AI に関する研究を長年続けている伊藤隆教授です。 CBC ニュースの記事です。ご覧ください。将棋のプロ棋士の指し手を AI の手と比較し、将棋の強さを示す飛力を客観的な数値で見える化しました。その方法とは、 AI が示す局面の評価値を一定平均でどの程度減少させたかを表す指標。一般に人間よりも AI が強いので、言ってことに AI と違う手を指すと評価値が下がる、どのくらい下がるかを調べた数値になります。ちょっと難しい話ですが、大まかに言うと最善の手が打てる AI と比べ、棋士の打った手が AI にどれだけ劣るか限定していくものです。そして日本将棋連盟の協力のもと、藤井八冠だトップ棋士を含むプロの棋譜合わせて約2万5000局を分析しました。その結果、ゼロに近づくほど棋力が高いことになりますが、全ての棋士の平均が約マイナス60なのに対し、トップレベル9人の平均はマイナス50から45前後と大きく差が開きました。そして藤井八冠は前例がない値だと思うんですね。何とマイナス30前後という圧倒的な数値に、羽生先生という前例がなく強い方と比べても突出して高い値を示していると伊藤教授は感心しきりですが、我々には今一つピンときません。すると野球の世界でいうと170キロを投げる選手1球ぐらい投げることができるかもしれないが、170キロをコンスタントにコントロールよく投げる、そう165キロを投げる佐々木朗希投手をしのぐピッチャーのようなものだとか。ちなみに野球に詳しくない人もいるので、もう一つ例えると、陸上の分野なら 100m8 秒台くらい出ちゃってるのかもしれない。異次元の強さだと思います。お分かりいただけたでしょうか。あの人類最速と言われるウサイン・ボルト氏をはるかに上回ることになるんだとか。そんな藤井八冠、実は自身もアマチュア棋士四段の伊藤教授にとっても憧れの存在だそうで、最後に我々にこんなリクエストが、会いたいんですけど会う機会を作っていただけませんか、 CBC さんで一度対談とかしてみたいんですけど、そういう機会を作っていただければ喜んでどこでも行きますよ。以前にアップした動画で藤井七冠の時に詳細な計算方法を紹介しています。もう一度ご覧ください。藤井八冠の強さが明確に証明されていますね。さて、いつまで藤井一強時代は続くでしょうか。楽しみですね。最後にお願いがあります。2023年の藤井竜王名人の八冠達成をお祝いし、また一般棋戦4つを再びグランドスラム、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とメンバー登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。